お前しこまんとあれだな。どんにさく花の上を歌えんだろう。アイレディースクリニック。はい、明けましておめでとうございます。やってまいりました。いやー、沖縄、ね、ちょっとこう曇ってますが、まだ半袖でいけます。中高年の青春よ再びやってまいりましたよ。さあ、今日もですね、皆さんと一緒に、懐かしい歌、ね、楽しみながら、青春時代に戻ってみんなで若返ろうよという、ね、番組でございますから、ぜひ、歌詞を思い起こしながら、ね、一緒に歌いながら楽しんでいただければ嬉しいなと思います。今日ね、まあ、去年の暮れ、お約束したようにたまちゃんを歌おうぞということになりまして、もう無謀だよな。たまちゃんさ、ふるさとに帰ってたもんで、練習してねえんです。下手くそなんですよ。ま、いやいやいや、まあ、まあ、練習はしてないけど、ぶっつけ本番で歌わそうというお約束でございますから。ね、そういう形で後で、はい、ね、歌ってもらいます。はい。今日もですね、皆さん楽しんでいただきたいと思います。さあ、メールアドレス、797@fmginowan.com。混んでるよ。797@fmginowan.com でございます。よろしくお願いします。ツイキャスもね、今日また皆さんとまたパソコンでね、やりとりしたいと思います。よろしくお願いしますよ。ゆふあ、みんな風邪ひいてないか？ねえ、僕の周りね、風邪ひきさんが多くなってるんですよ。やっぱりね、沖縄も、大雨が降ったりですよ。暑くなったり、寒くなったり。もうね、不安定なんですよ。で、やっぱり不安定な時こそ、風邪ひいたりですね、また、インフルエンザが流行ったりしますんで、ぜひ、手洗いをしながらですね、うがいもしながらですね、風邪をひかずに元気で、笑顔で、楽しく今年も乗り越えていきたいと思います。サル年、ウッキキーです。ウッキッキー。それでは一曲目に、懐かしいこの歌から行ってみましょう。ダ・カーポの歌から、野に咲く花のように。AKB ファンさん、明けましておめでとう。今年もよろしくでございます。はい、リクエスト曲あったら。あ、一緒に歌って、AKB ファンさん。のに咲く、これね、タムちゃん覚えるよ。俺はコーラス全部わかるんだから。すごい。どう爽やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。時には辛い人生もトンネル抜ければ夏の海。そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。
はい、裸の大将のねテーマソングでしたね。ああもうね、足屋雁之助さんの顔が浮かんできたな。ねやっぱりおにぎりが大好きだったですよね。はい、ねこういう形で皆さんとねこうやっぱり歌を聴くことによってその時の情景とかですね映像が浮かんでくるんですよね。そういう意味ではみんなこの歌もですね歌詞も適当にもうしか覚えてなくても一緒いいから一緒に歌おうぜ。じゃあね、次の曲なんですけど、レコード大賞を取ったんだよねグループサウンズの曲、グループが誰だと思います？ブルーコメツ。はい、ブルーコメツね、あのギターバイオリン型のギター欲しいんですよ。でもねあれプレミアついてね高いんです今。誰かを譲ってもいいんだったら連絡して。それでは聞いていただきましょう。ブルーシャトー。あ、正月ボケしてる。たまちゃん、機械が、機械がですね、年末年始お休みだったので、こいつがフリーズしてるのね。大丈夫です。大丈夫でしょ。それでは行ってみたいと思います。ブルーシャトー。いやいやいや、いいね、いいね、いいね。懐かしいね。はい。年末年始、女性は忙しかったかもしれませんが、中高年の男どもは、食っちゃね、酒飲んでね、こんなことばっかりやってるから、ね、ひょっとしたらね、年末年始、3、4キロぐらいみんな太ってないか。俺自分に言ってしまった。帰ってきたよ、ブーメラン。ね、またこれからちょっと頑張ってちょっと動いて元に戻すか、痩せるよって話なんですけどね。あ、でもねやっぱりこう気持ちを明るく前向きに、するってことはですね、体にも心にもいいんですよ。そういう意味ではそうよ、気持ちをね常に自分の気持ちをこう何かに興味を持つように、
そして、昔のことを思い出すように、なんかねもうやっぱり記憶の底にこう若い頃の思い出とか自分がいろんなことをやってきたこととかね忘れ去られてね、もうただのおじさんおばさんになってる方たちが多いのよ周り。ダメだよ。今まあ50代60代って言ったらもう若いよ、サラバンジよ。サラバンジってねこうもう青春時代だよ。あ、そういう意味ではですね、ぜひ皆さんも、自分をね心も体も若返らすように、ね調整して一緒にね中高年であることを楽しんでね。だって映画シニア料金だよ。シニア料金沖縄だったら1100円だよ。今1600円だよね。それがねだから500円も安いんですよ。そういう意味では500円で、ホットドッグ買って、ポップコーンセットにして、なんだこっちゃ。また太るじゃねえか。それでは次、中村雅俊さんの歌を言ってみたいと思います。触れ合い。はい、ねえ、触れ合い。こう、ネットでいろいろやりとりしてますが、去年何、元ちゃんふさふさだったって、だからあれ、カツラナッツにしちゃいよ。さあ、もうね、こう、次の歌はね、私の大好きな、
大好きだったらこう怒られるな、尊敬するあの素晴らしいの歌手ね、美空ひばりさんっていうもう素晴らしい、もうどんなにこうもがいてもたどり着けないというね、こう素晴らしい歌手がいらっしゃるんですけどね、小倉圭さんがあの作ったこの歌がもう素晴らしい、私も心に染みて、今日は小倉圭さんでお送りしようかなと思ったらね、あのないので、やっぱりあの元歌の美空ひばりさんに歌っていただきたいと思います。お嬢、元気かな、元気かなじゃない、亡くなってるんだね。ね、あのぜひ あのあなたのその素晴らしい歌唱力を私にください。曲を送る、愛さんさん。
はい、気楽に電話してくださいね。はい、実はですね、急に決まったんですけど、今月の11日、ね、成人の日、月曜日だけど、高級日なんだよね、あれね、旗日で。その11日にですね、宜野湾市民会館大ホールの方で、日本一早い桜祭りと銘打ちまして、ね、チャンネル桜のキャスターの方たち、そしてまた社長まで今回はですね、いらっしゃいます。はい。午後のですね、1時半から開場しまして、あ、そうだね、1時半から開場するんですけど、私、前座で、その1時半から歌を歌わせていただきます。20分ほどですけど、そして、ね、いろんな方たち、ご来賓の方たちの挨拶ございますね。ぜひ、無料でございますから、ね、これはね、ぜひ皆さん聞いていただきたいし、まあ、今年お正月として私も初めてステージで歌いますんで、そういう意味では、ぜひ、ゲンちゃんってどんな歌を歌うんだろうとかね。ぜひ、興味おありの方は、1月の11日、月曜日、宜野湾市民会館大ホールの方で、午後1時半まで、前にね、いらしていただければ、ゲンちゃんの歌が聴けます。よろしくお願いしまっちゅう。両方聞くの辛いって。きついの？はい。もちろん、あれですよ。ここにいらっしゃる来賓の方たち、そうね、宜野湾市長の方も来賓 としては、ご挨拶してくれるしね、本当にそういう意味では、チャンネル桜のもう、本当にまだ若い、女性ですけど、ね、ガナハ・マサコさんもですね、ね、クロストークで参加しますんで、ぜひ、ね、いらっしゃってくれたら嬉しいな。じゃあ、ぜひ、ゲンちゃんの歌、生歌を聞きに、11日は、はい、スケジュールに入れて、1時過ぎに、ね、ホールの方に入ってくれたら、1時半からゲンちゃん歌います。よろしくお願いしますよ。ターマンになんかやってる？今日のモーニング。あ、そうなの、いろいろ、こう書き込み来てますかね。じゃあ、次の歌。これね、まあ、先ほど私のオフトークでも言ってたこの、川島英吾さんが、この、まだヒットしない、ヒット曲を出さない前にですね、沖縄県に、私が、22か3ぐらいに、スナックで弾き語りで、バイトで歌ってたんですけど、そこにマネージャーと、二人で川島英吾さんがやってきましてですね、本当になんていうの、軍払い下げみたいな上着をつけて飛び込んできて、歌わせてくださいってことで、無口な方だったんですけど、来て、あ、じゃあいいよ、私のステージの合間に歌っていただいたんです。この次かける歌なんですけど、もうね、15坪ぐらいのちっちゃいスナックだったんですけど、もう生歌で歌ってくれたんだよね。おお、すごい歌い手がいるなと思ったら、そのしばらく、そうですね、半年ぐらいの間に、あれよあれよという間に、ヒットチャートを登ってきまして、この歌が、全国に流れました。それでは聴いてください。酒と涙と男と女。
はい、懐かしいよな。本当にね、ボックスと通した、身長高かったんですよ。1メートル80前後あったと思うんだよね。もうステージがもう小さく見えるぐらいのね、こう、すごいパワフルな歌い方でした。はい。じゃあね、あ、そっか、これをまた繋がったわけないのね。30分で切れちゃうのよね、この子ったら。もういけずとか言ってたら違うか。大丈夫かな、大丈夫かな、いけてる、okay. 見えてる。はい、ね、そういう意味ではこんな出会いがあるっていうのがね、もうやっぱりいいよね。私もあれですよ、ロッテ歌のアルバムっていうのが20代ぐらいあったんですけどね、その時に海洋博が、ね、元部長でありまして、その時に、ロッテ歌のアルバムが特番で、海洋博会場に来たんですよ。その時に、その歌手の皆さんと、ゲームの相手っていうので募集されて、僕らは、そのスナックに集まるメンバーがね、一緒に行ったんですけどね、もう懐かしいよね。何、テレサテンさんとかね、石川さゆりさんとか、キャンディーズとかね、もういろんな方ってもう本当にね、いて、いい思いをしたら、AKB ファンさん、AKB 会いたいな、聞きに行きたいな、俺ね。一度何あっち、秋葉原劇場があるんだよね。AKB 劇場がね。一回行ってみないといけないなと思うんですけどね。それでは、AKB ファンさんの、ね、リクエスト曲、お年玉として書けます。親フィーフィーの雨の御堂筋。
はい、雨の見通し筋聞いていただきました。AKB ファンさん。え、雨雨ふれふれ、もっとふれとはちゃうで。違いますよね。はい。さあ、じゃあね、もう年末のお約束通り、今日は、ふるさとから帰ってきたたまちゃんにぶっつけ本番で歌ってもらいます。あ、もう仕込んでないからね今のこう何し、あのビフォーはアフターのねビフォーもアフターもね、まだ何もやってない素のたまちゃんの歌をね聞いていただきたいと思います。ね、さっきちょっとじゃあのやろうかってあのお話しして、ね、名残ゆきイルカさんの歌をはい、はい、歌ってもらいます。緊張するみんなも一緒に歌えやあのたまちゃんのこうちょっと足りないところみんなで補ってくださいねそれではお願いします。はい、はい、名残ゆきいきます。はい、汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。動き始めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている。君の唇がさよならと動くことが怖くて下を向いてた。時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。落ちては溶ける雪を見ていた。今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。去年ずっと綺麗になった。やったやんか。ええ。やれたやんか。なんかいろいろ書き込み入ってるけど、それ見る今なかった。なんて書いてる？小学生みたいな声って書いてる。リスさんが。それでそれで。おパチパチ。おおパチパチ来たぞ。パチパチ。はい、行きます。ああ、大橋のぞみって誰？あのちっちゃいあのポーニョポーニョ。ああ、どこか。で今、うん、あのまだ何も手を加えてないたまちゃんの歌声、これからですね、ちゃんとムチと雨で仕込んで
あと、そうだな、1ヶ月後、2ヶ月後ぐらいには、ちゃんと、アフターの方でね、ちゃんと、ある程度歌えるぐらいになってから、またね、歌をしますね。え？あ、リスちゃん寝る？ここまでだったら僕を出させてください、ね。いいよ。いいよ。いいとも。あ、ぜひ、だからそういう形で、リスナーの皆さんもね、歌いたいんだったら、ぜひね、前持ってきてもらって、こう、キーを合わせて、ね、歌ってもらいます。こういう番組ってあった方がいいよね。やっぱり中高年はね、楽しみがないとあかんよ。もうね、こう、ラジオに出られるっていうのがね、面白いじゃん。ムチとボー、いや、ムチと雨だよ、かわいい。リスちゃん、ムチとボーだったらどっちも痛いやん。これでやらないよ、だろうな。さあ、それではですね、一曲挟んで、次の曲を歌わせてみたいと思います。次の曲もあるのかって言ってるんで。それでは、吹きの塔の歌から、白い冬。はい、白い冬でした。いいよね。あ、もうやっぱりね、こう懐かしい歌ってこう若返ってくるね。ワクワクするし。さあ、じゃあね、次はね、アンリさんの歌からですね、聞いてもらいましょうね。オリビアを聴きながら。
はい、オリビアを聞きながら、あ、聞いていただきました。飛び込むもね、ありました。ありがとうございます。あ、とりあえずはね、あと一曲じゃ、で、たまちゃんに歌わそうということで、ね、準備してます。ね、行くよ、たまちゃん。呼吸を止めて一秒あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの星屑ロンリネス。愛する人を大切にして知らずに臆病なのね。さあ涙も見ないふり、すれ違いや回り道を、あと何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願いタッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチ、手を伸ばして受け取ってよ。ため息の花だけ束ねたブーケ、愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎていくのに、そっと悲しみにこんにちは。あなたがくれた寂しさ全部映ってしまえばいいね。二人で肩を並べたけれど星屑ロンリネス。一人涙と笑顔測ってみたら涙が少し重くて、ダメね横顔で泣いてみた。青春はね心のあざ、知りすぎてるあなたに思いが空回り。お願いタッチタッチ、ここにタッチ、切なくてタッチ、手を伸ばして受け取ってよ。ため息の花だけ束ねたブーケ、呼吸を止めて一秒あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの星屑ロンリネス。誰も愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。やったじゃん。Yeah. ああ、一曲一曲歌って上手になってるじゃんか。本当ですか。よかった。はい、ね、今日はあくまで手つかずのたまちゃんの歌を聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ね、告知ね、さっき俺告知したんだけど、あの内容ちょっとね、言ってなかったんで、ちょっとある程度詳しい内容をお伝えしたいと思います。1月11日の月曜日ですが、日本一早い、桜祭りを行います。プログラムが決定しましたよ。ね、先ほどもお伝えしたように、宜野湾市民会館大ホールで、1時半から、20分くらい、玄ちゃんがですね、ミニコンサートをします。そして、主催者挨拶ですね、一般社団法人沖縄国際交流政策研究所理事長、テドコン安則さん、ね、ボギーちゃんですね。そしてその次にですね、来賓ご挨拶として、参議院議員の島尻愛子先生。はい。そして、来賓挨拶、宜野湾市長の佐喜眞敦史さん。はい。そして、もうお一方、わざわざこの、ね、催しもね、合わせて来ていただきます。日本の心を大切にする党、党首、中山京子先生でございます。いらっしゃいますよ。はい。そしてですね、テーマがですね、基地問題の原点と解決策についてということでして、チャンネル桜の沖縄支局キャスターによるね、討論会が、ございます。弁士ですね。金浜雅子さんとかね、江崎さんとか、又吉先生とかね、ボギーちゃんもやります。そして、
なんていうの、休息、5分間休憩しまして、それじゃこの次ですね、テーマとしてですね、こんな沖縄に誰がしたというタイトルで、沖縄混乱の原因を語るということでね、弁士として、もう頑張れ日本全国行動委員会会長、水島、社長ね、水島、チャンネル桜水島社長がやってまいります。そして、琉球新報と沖縄タイムスを正す会、ガナー雅子さんとですね、もう、ガンガン、ボンバンバンと、お二人が話をね、やり取りしてですね、盛り上がると思いますよ。そしてその後に、質問コーナーがですね、約15分ほど、予定しております。そして、閉会の、挨拶があります。ぜひですね、この内容でございますから、お休みで、ね、お休みでない方も、ぜひ時間を作って、参加していただければ嬉しいなと思います。さあ、今年もですね、中高年の皆さん、一緒に楽しく、元気に、笑顔で、頑張っていきましょう。また来週！